ただいまから、令和6年度電気通信大学情報理工学域入学式を挙行いたします。全員、ご起立願います。一度、ご着席願います。 壇上列席者のご紹介をいたします最初にご来賓をご紹介いたします本学学園活動講演会会長をお願いしております調布市長長友佳樹様でございます本学同窓会一般社団法人目黒会会長森敦氏様でございます、はい、本日はおめでとうございます 次に本学役員及び役職者をご紹介いたします田野学長でございますおめでとうございます西岡研究産学館連携戦略担当理事ですおめでとうございます村松教育戦略担当理事ですおめでとうございます 大谷国際広報戦略担当理事ですご入学おめでとうございます笹井総務財務戦略担当理事です本日はおめでとうございます小池研究力強化担当副学長副理事ですご入学おめでとうございます 三ノ島国際展開力強化担当副学長副理事です皆さんおめでとうございます奥野教育担当副学長ですおめでとうございます山口学生生涯キャリア支援担当副学長ですご入学おめでとうございます

学生ファースト推進担当副学長ですおめでとうございます政本国際化担当副学長ですおめでとうございます世界で羽ばたいてください坂口情報理工学研究室で坂口情報理工学域長です 中谷情報理工学研究科長です。おめでとうございます。小林一塁長です。おめでとうございます。野村二塁長です。おめでとうございます。志賀三塁長です。 和田先端工学基礎課程長ですおめでとうございます以上で列席者の紹介を終わります 入学生代表先生、情報理工学域入学生773名、情報理工学域特別編入学生32名、起立入学生代表一類、角崎雄太。 先生、私どもこの度電気通信大学に入学するにあたり在学中学則に従い学生の本文を守り豊かな教養と精緻な学術等を身につけるよう努力することをここに宣誓いたします。令和6年度入学生代表角崎雄太電気通信大学長田野俊一殿。 着席学長告示。 入学生全員起立。着席。新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。本学に入学される新入生のすべての方々に心からお祝いを申し上げるとともに、本学のですね、えっ、ー、と、役員、教職員 在校生を代表して皆さんを心から歓迎いたします。新入生の皆さんをですねここまで育て上げてこられたご家族の皆さんにも心からお祝いを申し上げます。この入学式はですね昨年から通常の開催になっています。つまりマスクとか人人数の制限がないという入学式に去年からなっています。四年前を思い起こすとですね四年前私が学長になったのは四年前なんですけど二千二十年は中止です入学式中止。 で翌年はどんな調子だったかというと、ですね1年,1年前やってないので、合同でやりましょうということですが、代表者だけです、数十人ぐらいで、この中ですね、数十人ぐらいで2年目はやりましたね。で、その次が半数の学生のみということになっていて、で去年から、えー、と標準的な入学式に戻っているという状況になっていますで。そこでですね、皆さん、今日ここにいらしている皆さんの4年前というのは、ですね中学3年生ですよね。 ですよね、で中学3年にきっとコロナが始まったのではないかと思います、で高校入試に入試をトライするときにとても苦労なさった年代ですし、中学のです、ね、卒業式や、えー、と高校の入学式というのは中止か、うちでいうと代表者だけとか、そういったこう限定的な式になっ,たなってしまったのではないかというふうに思います。で本日はです、ね、そういっったた、えー、皆ささんがご苦労なさったので、えーと こういういですね全学生、全保護者の方々がですね参加できる通常の入学式がですね開催できてとても良かったなというふうに思っています。でサークル活動もですねの勧誘も通常通おり、まあ、通常より力が入っていると思います。<laughs> ぜひです、ねえっと、勧誘の学生さんたちがです、ね、きっと大勢並ぶような、えっと、ことがですね今日明日続くと思うんですけども、ぜひです、ねえっと、そういったこうサークル活動もですね、えっと、やっていただきたいというふうに思っています。 あとで少しお話しますけど、コミュニケーションはとても大切です。特に対面でのコミュニケーションは大切なので、ぜひです、ね、そういったサークル活動にもです、ね、参加していただきたいし、サークル活動もです、ね、の支援もです、ね、大学の重要なミッションだと考えているところです。で桜はまあ調子いいいでですすけけど、どちょっと天気悪いですけどね。 でさて本題に戻りましょう、きょうはです、ね、先ほどちょっとありましたけども、えー、とど何人ぐらい入ったかといいますと、1年生の新入生が773人ですで、3年生の編入学生が、えー、と32人いますので、計が、ね、805人ということです。で本学はです、ね、毎年全,ての全国すべての県、だから47都道府県ですか,、ね、から入学生をお迎えしていたんです。 でで過去形になっちゃっていますけど、今年はですね、全国、日本全国の47都道府県から、えー、と志願者は来ましたけど、残念ながらですね、1つの県からのですね合格者がゼロとなっちゃって、ですね久々にですね47を、えー、と切って、ですね46都道府県からの入学生ということになっています。まあ、頑張れ和歌山と言いたいたんですけどね <laughs> 力いますね、大丈夫ですかね、これは言わないようにしてくださいね。えー、っと、全国の、一応、全国の大学、全国の大学だなというふうに言えるんじゃないかと思っています。で、その805人、減、え、ら、ー、してましたけれども、えーっと、そのうちの109人がですね、女性です。で、女性比率は14%です。 まあ以前は十数で、去年も14になったんですけど、まあ、十数から14%ぐらいに上がっているということで、えっと、引き続きです、ね、どんどん増えていくといいなというふうに思っています、まあ、とにかく14%ですね、でそれです、ね、私はそこの本学をです、ね、選んでくださった女子学生自身にも感謝したいですけど、もっと感謝したいのは、ね、女子学生の保護者の方にもです、ね、お礼を言いたいなというふうに思っています。で本学はこう理工系 情報系の専門の大学なんですけども、そういった情報理工系のです、ね、職場は、女性にとって、えっと、公的な場所ではないかというふうに思っています、最近はホワイトになりましたし、在宅も、えっと、情報理工系は普通にやれますし、専門職なので、出産育児を経ても専門職で戻ってこれます、まあ、そういったいい職場なので,です、ね、ぜひです、ねえっと、女性の方にもです、ね、ぜひ本学に来ていただきたいなというふうに思っています。 でそこでちょっとこうお願いが少し減るんですけど、情報理工系のですね、えー、と職場は、ですねかなりの割合で収支以上です、収支が普通になっています、ぜひ、ね、皆さんの娘さんがですね収支に住みたいと言ったら、ぜひ OK というふうに言ってほしいですし、えー、と逆に、ですね、なんで収支に行かないのっていうのをですね娘さんに言うぐらい、えー、とそういったふうにこう進めてほしいと思っています。 でもう少し、えーとですね、数値を、女性に関する数値になっちゃうんですけど、数値を話しますと、先ほど、学部、学域はですね、十数が大体、えー、女性比率なんです。収支も同じです。で、同じぐらいです。だからどういうことかというと、うちの大学をですね、皆さん、学部でしょ、学域でしょ、ほぼ全員、まあ、7割、8割が収支に進みます。 それは男性も7割、8割が収支に行くし、女性も7割か8割が収支に行くというような状況になっています。で、面白いのはです、ね、博士になるとですね女性の比率が上がるんですさらに勉強。さらに研究したいというのはですね女性が多くて、ですねうちだと17%が、えー、と女性というふうになっています。今回入学された女性の皆さんがですね後に続いてくれるといいなというふうに期待しています。あとはです、ね、次はでですすねね次、えー まあ今日は入学式なので、えー、と本学の学生としての皆さんにですね、少し本学について説明しようかというふうに思っています。えー、と電気通信大学は1918年、100、まあ、年近く前ですかね、100年近く前に、電気通信、えー、と無線電信講習所というのがその起源になっていて、でその後、えー、と、戦争が終わった1949年に新生の大学になっていました。でその時ですね そのとき白いのはいのは、大学の名前,をつ名前をつけましょうというのがあって、ですねその当時はですね、えー、と電波大学、電波大学というのが、えー、と第一候補だったんですけど、そういう電波は狭いということで、電気通信大学というふうになりました。で電気通信大学というのは、ですね学部を持つ国立大学の中ではですね唯一こう地名がないというような大学名になっています。で大大学学名が電気通信大学だからねこう まあ電気と通信でねって最初はだから輝いてるわけですよすごいトップですよねでそのうちちょっと古いなっていうのがあってですねえと名前を変えましょうかっていう時期もあったんですでも最近はですねそれが一周回ってですねえと地名がなくて電気と通信で行きますっていうこ,うこう潔さがですね認められてですね今だとね知ってますかねネット投票でですね名前かっ名前のかっこいい 国立大学、知ってます1位になってさ、良かったねっていうのを去年ぐらい言ってたんです。で、それで中の投票を見ると、ですねあうちの子たちが投票してるだけじゃないかっていうような気があって、ですねちょっと危ないんですけど、まあ、とにかく、まあ、いい名前だなっていうのをです、ね、思えているところです。で、その時にですね、電気通信っていう、通信っていうとです、ね、こう、言葉ちょい狭いんです。で、通信っていうのですね、コミュニケーションっていうと結構広がって、でうちはコミュニケーションの大学ですっていうふうに言っています。でその これを今から少しお話しますね。えっと、皆さんは超スマート社会とか、ソサエティー5.0というのをご存知ですかね。超スマート社会とか。で、それは、でソサエティ5は知ってますよね。ソサエティー5っていうの。で、ソサエティー5は何かというと、5番目の世界ですっていう話なんです。5番目って何かというと、1番目が狩猟、狩猟、えっと、動物を食べるってやつ。で、2番目が農耕社会です。農業しちゃうよってやつです。で、3番目が工業社会です。これは蒸気機関が生まれたからねっていうやつです。 で4番目が何かっていうと、情報社会です。コンピューターができたからねっていうやつです。で、5番目がその次っていうことなんです。で、ソサエティー5.0っていうのを、私たちの大学はソサエティー5.0を支える大学だよっていうのをやってるんですけどね。で、その時の1、2、3、4、5って言ってたでしょ。で、1っていうのはですね、誰と誰のコミュニケーションかっていうと、狩猟なので、打たないといけないので、人と,、えー、と自然です。人と自然の対話です。で、次、濃厚ね。 農業,農業は何かというと人と社会なんですで社会でやっていかないと農業は認めないのであの時にようやく社会という概念が出たんですでその次は産業革命の機械ですけどそれは人と機械ですで4番目が情報化社会ので人とコンピューターです 次のソサエティ5.0っていうのはどういうふうにコミュニケーションがいくかというとですね人と疑似 AI です AI がこう私たちの仲間になるというような新しい時代になっていてですねそういったこう私たちはこう人間と疑似 AI まあ生成 AI ですけどと話すような世界が来るんだよっていうのでですねソサエティ5.0というふうに言われていますでソサエティ5.0をですね必要な情報必要な技術というのをですね 内閣府がまとめていてい私たちがまとめたわけじゃなくて、内閣府が言ってくれたやつがあって、ですねそれは光量子技術とか、素材ナノテクノロジーとか、ロボット技術、ネットワーク技術、AR、AI 技術とか、そういった技術をこうこうリストしてくれてるんですけど、実はですねそれがうちの私たちの1類、2類、3類という、えー、っもうるつありますけど、すべてのです、ね、先行 すべての専門分野とマッチしていてです、ね、本学はソサエティー語を作る大学だというふうにいっとっているところです。で、そういった社会のことをです、ね、私たちはですね、私たち大学、電通大、どう言っているかっていうと、競争、進化、スマート社会というのを売りにしていて、それを実現する大学で、それを実現する人材育成しますし、教育もやりますし、研究もやりますし、実は社会実装までやると。 とということをですね、えー、と歌って、えー、と私たちのビジョンとしています、まあ、それが、えー、と本学のですね、まあ、一番大きい、えー、と PR になりますかねで皆さんはです、ね、高校を卒業したばかりなので、えー、とそういった若い高校を卒業の若い人たちにですね2つだけアドバイスしようかなというふうに思っていますで二つ1つは何かというとですねこれ私も,私もこう体験したんですけど1つ目はですね一般的な大学生としてのアドバイスをしようと思っています それはですね、高校と大学は全然違います。で、びっくりすると思います。で、数学などのですね、教育とか、情報通信機械とか、そういった物理科学ですけど、その専門分野に、いずれにおいてもですね、ものすごい厳密さが求められます。まずびっくりするのは数学じゃないですかね。 ものすごく厳密に厳密なこう厳密さが桁違いに求められます。で数式を用いた解析とかその実験のデータをです、ね、どうやって分析するのかというのはです、ね、その導出過程とかいうのはです、ね、全てのステップをです、ね、厳密な理論展開で進めることが求められます。でそこまではです、ね、そこまで本当にやるのかというのをです、ね、随分戸惑うかもしれませんけどもこの厳密さがです、ね、科学技術の進歩の,あの発展の 基礎になっていますので、ぜひですね、これは第一に身,を身につける素養なので、それは我慢してです、ね、しばらく頑張らないといけないということです。なので、最初はですね、こうまあ、高校は結構こう先生たちがこうよしよしってしてくれるでしょだけど、もうしてくれません。自分たちで立たないといけないですし、勉強もです、ね、ものすごくレベルが違った難しさや過酷さに。 えとなると思います。で、その時にですね、私たちの経験上どんなところが重要かというとですね、半年です。最初の半年が重要です。半年の最初の半年にですね、こうなんとかこう慣れると、あとはうまくいきます。で、半年にですね、えー、とと戸惑っちゃうとですね、休学になったり、えー、と卒業できなかったりします。ですから、最初の1年、最初の半年と。 いうのがですねとても、えー、と大切だというようなこう経験があります。でそこでですね、えー、と私のアドバイスは何かというと苦しんだ場合はですね、えー、とぜひですね、えー、といろんな窓口があるのでまずは担任の教員が1年生の時き着くんだと思います。担任の教員とか、えー、と相談窓口というのがたくさんあるので迷わずに行くことです。もう全然恥ずかしがらなくてどんどん行った方がいいと思います。でどういうういいととところを推薦すするかというとですね 学生何でも相談室というのがあってですね,でそ,こでですねそこにはです、ね、専門のカウンセラーがいますで、優しい人たちを集めていますし私にもです、ね、質問事項は秘密です、なのでこう秘密は守ってくださるので,で何でも説あの質問できます。例えば こん何単位にとっては卒業できるのっていうところからですね私はこうなんか落ち込んでますっていうところまでですね全てこう何でもえと対応しますのでぜひですね学生何でも相談室というのをですね活用してほしいなというふうに思います。で先ほど言いましたけどこう数学とかね物理は結構高校のレベルと違うやり方が結構違うので、えー、と戸惑うというふうに思います。でそこででででですすすねねねうちはは、ね、本学ではです、ね 数学とか物理のですね、こう寺子屋っていう、う指導するっていう、こうなんか、家庭教師みたいなやつっていうのをですね、えー、週何回かやってますね。で、それ面白いのは、教員が教えないと、教員は厳しく言っちゃうので教えなくてですね、えー、とあなた方の先輩ですね、M1 の先輩とか M2 の先輩があなた方を教えると、それもですね、なんと、授業の進行に合わせて教えるということをやってますので、ぜひですね、 寺小屋をで最後の手段はですねアカデミックアドバイザーという人たちを、えー、と用意していますそれは、えー、と本学のです、ね、教員がいろいろいるわけです350人ぐらいいるんですけどその中でですね定年した人とかむちゃくちゃ優しい人とか優しい人を厳選してア,アカデミックアドバイザーというのをですね準備してますので是非ですねそういった何でも相談室に行くときっと相談、えー、と紹介してくれますし 数学物理の悩みがあったら、ドライバに行くとか、そういったたくさんの、えー、手段がありますので,です、ね、それをです、ねえー、たくさんこうアンテナを立てておいて、生、えー、かしていただきたいなというふうに思っているところです。で2つ目のアドバイスをです、ね、あんまりしゃべってると叱られちゃうような気がして大丈夫かなと思うんですけど、2つ目のアドバイスはです、ねえー、意図的に多様な情報源と接するようにしてねということです。で皆さんコロナのの時を体験してるので 遠隔のの授業とかそういうのはういいはままくいきますよねでデジタルツールはうまく使えますけどもうまく使えるような世代になっていると思いますけどこういったデジタルのこう手段をですねやっているとですねどういうふうになっているかっていうとですね えと閉じこもるインターネットって言われちゃうんですよで多分莫大なデータは僕らありますよねありますけど自分の好きなものだけ見るということになっていて他のですの、ね、関係のないンカ器の薄いデータ情報はね接しないとだから閉じこもっちゃうねって。 莫大なデータがあるのに閉じこもっちゃうねっていう風な揶揄されていますだから意識的に自分の外の全然関係ない人と話さないといけないし全然関係ない人とこうと話題をこう全然関係ない話題でこう見つけると新しい情報を見つけるというようなことをですね意図的にしていただきたいなという風に思っていますまあ、そういう風にそういう風なコミュニケーションがですね今だとこう結構、えー、と対面じゃなくって遠隔になってきたのでツー,ツール越しってなってきたのでそうではなくて 対面のコミュニケーションをやっていいううっててほしいいいとううふに思まあそれがまあ2つ目ですね、2つ目はあまり説明できませんでしたけど、記憶の残りましたかね、1つは厳密さに慣れてほしいと、最初の半年が重要だよ、つまずいたらいろんなところに相談してね、恥ずかしがっちゃだめだよということですで、2つ目はですね、さっきの多様な情報源を持ってねで、デジタルだけに頼るなと、で対面が重要だよということです。 で最後1、ね、つお願いがあって、えー、っと本学とです、ね、連携して教育研究をです、ね、支援してくれる取り組みがあって、ぜひ加入してくださいというこれは、加入してねという,こう営業を今,今からやります,営業ですで、保護者が主体となって活動しているです、ね、学園活動講演会、この市長さんが講演長です、学生活動講演会です。それともう一つ それは保護者が主体となっているやつですで学生が主体となっているものがあってそれが交友会です、交友会ねあとは卒業生が主体となって活動している同窓会の目黒会というのがありますそういったこう学園活動講演会、交友会同窓会の目黒会です、ねで、これらの取り組みはですねぜひ皆さんのです、ね、いろんな研修とか行事とかサークル活動を支援しているのでぜひ加入してほしいとで、加入シートが、ね、きっと、ね、入っているんですよ。 ちゃんと入りますって書いてねってでお金払ってねっていうそんな、えー、っとことでしたじゃないとですね本学だけじゃなくってそういった会がですね皆さん方のですね、えー、っと豊かな、えー、っと学校生活をですね支援していますのでぜひですね入ってねっていうことでしたでもう一つお願いがあってですねそうだそうだもう一つお願いするのは何かというとですね、えー、っと皆さんこの大学を選んだのでこの大学の良さというのは知ってるんじゃないかなと思いますで大学は教育と研究が主力です で、教育でいうと、教育をどうやって測るかっていうと、まあ、就職率です。で、就職率は理系なので100%になっちゃうんですけど、そうではなくて、著名400社に本当にどれぐらい入れるのっていう、著名400社実就職率というのがあって、それは、本学は大学全部800ぐらいなんですけど、常に10トップ10に入っています。ですから、教育のレベル、あなた方がこう教育受けて、 社会に行くときにです、ね、社会の評価がとても高いと、800ぐらいの中のトップ10ぐらいの大学には入りますし、研究もです、ね、文科省からはです、ね、研究大学ですとか、最近でいうと地域、中核、特色ある大学に選ばれています。これは800ぐらいの中の、えー、と10いくつが選ばれている大学です。なので、ものすごく教育研究というのは、えー、と知名度が高い、あ、知名度じゃなくてレベルが高いというふうに思っています。例えば今今日今回 入学式ですね,学域,ですよね学域の入学式で定員が増えた、えー、と国立大学がですね、えー、とですね国立大学からしいですかな、えーと、都内で、都内でとにかくこう学部制の定員を増や,して増やしていいって言われた大学が2つだけあります、今年それは理系ですけど、それはどこかというと、電通大と東大とだけですそういったレベルの高いレベルの、えー、と理系とか情報はですね、情報系のはですね、 えと選ばれて、えーとでえー、と学域の、えー、と学部生の入学定員をです、ね、増やしてもいいという特例があって、そこに認められたのはうちの大学とあの東高大だけと、まあ、それぐらいですね、教育研究は調子がいいんですよ、だけど知名度はです、ね、偏差値50なんです、800の中の400とか500なわけですよ、なので,です、ね、皆さんです、ねで、いろんなところに行ってです、ね、電通代いいよっていうのをです、ね、話してほしいなというふうに思っています、で私たちも努力はしていて、まあ、地元から始めようと思っていて。 えと長福市の福益名は電気通信大前とかなってんですよ。地元からでその次日本でも頑張らないといけないねって言ってテレビとかテレビとかですね新聞とかにはえっと積極的に出るようにしています。で実は今日の学域の入学式の去年はですねここに突然ふわちゃんが来たんです。って知ってます。ふわちゃんがこのラ入して。 えとみんなに対してです、ね、なんか人生こうした方がいいよっていうのを説教してましたよね、まあ、そういったのを、えーと、私たちは受け入れて、えー、と全国放送で流れるようにしてます、で国際的にもですね研究成果をもちろん国際的にも発表してますし、あとは英字新聞に本学のこうアクティビティをですね発表したりしています、なので、皆さん方もですねぜひですね恥ずかしがらずに、ですね電通大はいいよ、っていいとこだよっていうのをです、ね、みんな言ってくださいねって、うちの大学の人はもう言わないので。 でだ何大学卒とかも言わないので、それはだめだよって、いろんなところでですね、えーと、宣伝してねというふうに思っています。で、まあ、それだけじゃまずいのでこう、うちの大学をよくしない、よくするアイディアもですね、皆さん、新人なのであ、こんな大学、こんな、この大学の子が悪いねとかいうのが分かるんではないかなと思います。で、そういう時にですね、えー、とそのアイディアはですね、いろんなところに、あいろんなアイディアが出てくると思うので、教えてねと、教える先はですね、 デジタル目安箱っての一番楽ですあのきっと教えてもらいますけど、まだ分かんないかもしれないけど、デジタル目安箱っていうのがネットでやってますし、あとはですね、最終手段はです、ね、私にメールすることです、ねで。で、大学になんか頼みたいなと思うじゃん、頼みたいなと頼みたいなと思うと、頼ノでしょ、で私の名前、頼なんです、だから、T、TANO です。なんか大学に頼みたいなーって言うと、頼って思い出して、T、TANO で、アットマークの後ろはみんなと同じです。 もらっている u c j P ですだから何か危ななんか変なことがあるぞって、大学おかしいぞっていうのは、ですね他のメールに行ってくださると、それはえっと返信しています。ということであ、そんな話はいいんだ、それはやめてです、ね、ではい挨拶がですね、配管長くなってしまっています。で以上、ですね皆さんのです、ね、ご入学をお祝いするとともに、ですね皆さんがです、ね、これから充実した学生生活を送って、大きな成功があることをですね記念して。 私の歓迎の言葉といたします重ねて電気通信大学への入学誠におめでとうございます入学生起立レ着席ご来賓のご祝,ご祝辞を 勝負市長長友義貴様より賜ります入学生全員起立はい。着席ただいまご紹介いただきました 学園活動講演会会長を務めております庁府市長の長友と言います大か爛漫の中見事難関を突破して今日の良き日を迎えられた新入生の皆さんご入学おめでとうございます心から宿泊させていただくとともにご家族関係者お喜びいかばかりかと拝察するものであります今日は非常にシンプルなことを うんまあ、大きく言えば一つだけ皆さんに申し上げたいなと思ってる、それは今日は入ったばっかりでこれからね、学生生活を落ち着いて、よく学び、よく遊び、どういうふうに送っていこうかと、皆さん、準備をするわけですから、その先、落ち着いた後ぐらいでいいんだけれども、やっぱり外に目を向けてほしい、世界は広いぞと、このことだけ申し上げたいと思っている。なんとなれば 我が国は豊富な資源があるわけではない、観光立国だけで食べていける国ではない、高い技術に裏打ちされた良好な製品を海外に輸出することによって、これまでも、またこれからも国を成り立たせていくわけであるから、それは企業団体と同時に各 構成員の個人個人も世界に対する目を広げなければいけないということが必然であって、皆さん方がこれから4年、またそれ以上の間に、高い知識とまあレベルの非常に世界に必しても、上位における技術を身につけるにしても、それとともにやっぱり国際性というものをどうか養っていただければと、そういうふうに思うわけです。 一つの例を挙げるために、まあえー、ヨーロッパを引き合い出そうと思いますけれどもその先には、まあ、ウクライナ紛争のこの難しさも多少は述べようかと思いますけれどもあの EU っていうのはありますよね EU っていうのは聞いたことない人はいないと思うヨ,ヨーロピアンユニオン欧州連合っい訳す で欧州連合って何だと、まあ、ここから先はなかなかね、これだけの人数がいても人によって差はつくと思うけれども、起源をたどっていくと、どこに行き着くかというと、1945年に第二次大戦が終わったことはよくご存知の通りだと思うんだけども、その6年後ぐらいですね、1951年にパリ条約っていう取り決めができた、これは何ですかというと、わずか数十年の間に2回も大戦をやってしまった、第一次、第二次大戦。 もうこれを繰り返さないためには何をすればいいのか何をしなければならないのかと思った時に例えばヨーロッパの中だけ見てもやっぱりドイツとフランスなんですねそれは歴史をひも解けばドイツとフランスそして その利益、権益の中心にあるのが石炭と鉄鋼だとすれば産業の発展にはこれはもう欠かせないもんだけれどもその権益をめぐって紛争が起こるんであれば共同共通管理ができないのかっていうことが戦後5年6年の間に考えられて ECSC= ヨーロピアン・コール・ s ンド・スティー m コミュニティ石炭鉄鋼共同体を作ろうじゃないかこれうまくいったんだ。 思惑通りうまくいったんだそうすれば石炭鉄鋼だけじゃなくて経済全体を一つの市場にしていってで平和の中でみんな発展しようというんで EEC= ヨーロピアン・エコノミック・コミュニティそれから、まあ、その後にユーラとも原子力共同体も合わせてということになるんだけども1957年の3月25日に6カ国が集まってドイツとフランスとイタリアオランダベルギー・ルクセンブルク これがローマに集まって調印をしたからこれをローマ条約という。各国で批准した後に58年の1月1日から発行してで現在に至る、いろんな紆余曲折を経て現在に至る。ただ、期限はその ECSC= 石炭鉄鋼共同体であったということでありますで。今言ったように最初6カ国。今27だけどね、6カ国。でずっと6カ国できて。でで ちょっと余談になるけれども、ちょっと余談になるんだけれども、えー、1900、そうね、2000年に至るぐらいまでの間、この共同体の中心の言とっていうのは、英語ではなくて、フランス語だった。なぜかというと、さっき6つ言ったでしょ、ドイツ、フランス、イタリア、オランダ、ルクセンブルク、ベルギー、英語はなかった。<laughs> 1973年に第一次の拡大で、イギリスとアイルランドとデンマークが入った。 次が81年にギリシャ、86年にスペインとポルトガルで、12カ国に増えたという中で、比較的順調に、その間にこの景気の波はもちろんあったけれども、非常に順調に来たという意識があって、これをもう少し拡大していこうと、12カ国になった時3億2000万人だったの。この市場をもっともっと自由にしようと。 例えばね、その12カ国の中に全部税関があったし、それから高速道路を通れば、一回一回止められるような制限があったわけですよ、それはも,うものすごくもったいないで、通貨もバラバラだったわけで、こういう言い方があるんだ、この12カ国を渡り歩くために両替しなきゃいけないんでしょその、その国で使える通貨を。そうすると、もし12カ国回ったとして、そのたんびに両替していったら、最初の金は半分になると。 いうぐらい無駄なことをやってるねというんで市場をもっと一つにして人物サービス資本が自由流通するような EC 市場統合あそれから EC っていうのは何かというとさっき言った石炭鉄鋼と経済共同体とユーラトムの総合体を67年から EC と呼ぼうヨーロピアンコミュニティずっと呼ぼうということになって EC があってそれをまた市場を便利にしていこうとしたんですよ。いつまでに 1992年末までに、いつそれを決めたか、1985年6月にミラノで、12月にルクセンブルグで集まって、首脳がそれを決めたので、そうこうしていって、そうこうしていって、順調にいくかと思われたときにですね、東西の問題が起こった、よくご存知のように、やっぱりソビエト、また東欧諸国が経済的に行き詰まって、自分たちだけで生きられないっていう要素が加わってきたの。 で1989年になってソビエトの締め付けも,も効かなくなって東欧からなだれを打って西欧に人々が逃げてくるようにまた自由に、えー、行き来するようになろうという兆しの時に11月9日にベルリンの壁が崩壊をしてしまって一気になだれを打って東欧諸国は それからあ何ヶ月かの間にほとんどすべて国の手をなさなくなってしまうという大混乱が起こったんですよ。でその時西の方では何を考えたかというとこれで市場統合をやってもっとみんなで便利でいい経済共同体を作ろうとしたらだめになるんじゃないかといわれた。 無理かなっていうそういう諦めみたいな気持ちが出てきたのが実はベルリンの壁崩壊の時のヨーロッパ人の見方だった11月9日のベルリンの壁っていうのは皆さん知ってると思うけれども人々の記憶にも残ってるけれども実はその翌月にそれと同じぐらい大きなことが起こったそれは何かというとソビエトとアメリカが初めて戦後初めて手を握って 東西冷戦は終焉を迎えたという宣言を出そうということで、えー、ブッシュというのは親子がいて父ブッシュのブッシュ大統領とゴルバチョフの間でマルタ島地中海のマルタ島で12月の2日と3日でマルタ宣言というのを出してこれで東西冷戦は終えようとしたんです。 まあちょっと端折りますけれどもそんなことで西洋がまとまろうとしたただえ世界的に大きなうねりがあってえちょっとそれの影響を受けると市場統合なんてのんきなことを言ってられないっていうことでですね 欧州っていうのは、EC っていうのは、政治的主権は各国バラバラに認めるけれども、経済的に協力していこうという緩やかな統合体だったんだけども、それをもう少し確固としたものにするためには、ソ連島し諸国の崩壊の影響を受けない政治的な結びつきを少しだけ強めようというんで、共通外交安全保障と司法内務、これを EC の上に載せたんですね、通貨統合とと,ともに。それが EU なんだ,だから EU-EC っていうのは通過統合と共通外交安全保障と司法内務ということになってちょっとだけ政治的な結びつきをそれであちらの方はどうなったかというと今のロシアに至るまでソビエトは少しだけは自由化があったけれどもですよけれども今においても非常に難しい体制が続いている国々あと問題なのは軍事同盟なんだ NATO は北大西洋条約機構はいまだに存続しているけれども東西冷戦の時はワルシャワ条約機構というのがあった、ね、これは向こうの東側の軍事同盟だった、ね、それはどうなったかというと91年の12月26日にソビエトは崩壊したけれどもそれより先7月1日にこれがなくなったんですよもうこの軍事同盟は存続しえないということになってでどうなったかというと1999年以降旧東欧諸国 オーランドハンガリーチェコを皮切りにルーマニアだブルガリアだバルト三国全部 NATO に入ってきたわけですよ。でここが難しいのがあるんだよ。そうするとどういうことになるかというと前は東西冷戦の時は2つの軍事同盟がここでまあ切先を合わせるようなそういう対立関係にあったんだけどほとんどがほとんどが北大西洋条約機構の方に入ってくるとすると ロシアの立場はどううなるんだということいこ誤解のないように私はもう一切ロシアを擁護はしないけれどもけれどもあのままの勢いでウクライナとジョージアベラルーシは入らないだろうけどウクライナとジョージアあたりが NATO に入ったら NATO の一か国が攻められたら全員で反撃するという規則になってるわけだからこれはどうしてそこまでロシアを追い詰めてしまったのかということを考えざるを得ない。 ももうう回言うけどもロシアははは一切私は擁護はしませんよだけど始めてしまったらなかなか、なかなか解くのは難しいんだ。だから、そうならないように平時の話し合い、それから知恵の出し合いが重要になってくるということだけを言いたいわけですけれども、そういうことになって、まあ、日本人の一般的な感じからすると、もうロシアが、あまあ、あ,ああいう、 体制でおかしな国だからということだろうけれどもそれは私も認めますけれどももう一つ戦後日本はですね、アメリカの陣営に入るかそのソビエトの陣営に入るかで両方の可能性があったわけですよ私はもう自由な発言のできない国に住んでたまるかと思うからアメリカの方でよかったと思うただしですよただし歴史を客観的に見ると大国はどこも横暴です中国とロシアだけが横暴ではありません アメリカを含めて西側の国も横暴です私は外国に住んだのは9年だけどもそれ以外の、うん、30年ぐらいの間に30カ国ぐらい先進国から発展途上国最貧国まで行ったけれども大国は世界の平和のためにという美名のもとに経済支援と経済侵略は神一重だなと思えるようなこと。 詳しくは言わないけども私はアメリカ大好きであるけれども基本的には大好きであるけれども80年代から90年代にかけてイラン・コントラ事件パラマのノリエガ事件どう考えてもやはりアメリカが自国の利益を中心としてその国を操れる間は支援をしておいてで意見が対えすればスパッと CIA が切ってしまうということになってきたのもこれは歴史の事実であるから。 何を言いたいかというと、そんなに単純ではない、平和を愛する、ただ平和を、平和を愛するがゆえに、平和の体制をどう作るかってことをみんなで考えなきゃいかんのだけれども、こんな難しいことはないということだけ申し上げたい、答えは、何十年か社会生活を送れる間に、あなた方が一人一人が、一人一人が自分で考えてもらいたい。そのためにには世界に目を向けて やはりもう外国に行った経験のある人もいるかもしれないけれども非常にこう幅広く柔軟な思考の中でもちろん日本のことを常に考えつつ世界のことを考えてもらいたいし別に平和のことだけ言ってるんじゃなくて平和だから経済協力もできるわけだし日本の立場もこれから飛躍に向かっていくだろうということを皆さん方に申し上げたいと思っております。 さっっき言った80年代から90年代のこの大動乱の時にまるでまるでこう海に小さな笹船で出て行って大会の中でもうこんなうねりのうねりを享受するような非常にこうエキサイティングな思いがしましたこれから世界はどうなっていくんだろう国際的な秩序そんなことを考えましたこれからも まだまだあの不幸な紛争は収まらないし何が起こるかわからないけれどもぜひ技術を磨くとともにそのような国際的な視野も養ってもらって飛躍をしていただければと心から皆さんの今後に期待をします4年間またそれ以上のこの学園生活で皆さんが享受するその幸が多かれと心からのエールを送らせていただいて本日の入学式における 私からのメッセージとさせていただきます。どうかゆっくりいい着実でいいから頑張ってください。入学生起立。着席。長友様ありがとうございました。 続きまして、一般社団法人目黒会会長、森淳様よりご祝辞を賜ります。入学生全員起立れ着席 ただいまご紹介に預かりました電気通信大学同窓会の同窓会目黒会の会長を仰せつかっております森でございます同窓会を代表いたしまして一言ご挨拶申し上げます、えー、皆様本日は電気通信大学にご入学され誠におめでとうございますまたこの入学式をライブでご覧になっておられる保護者の皆様お子様のご入学誠におめでとうございますそして 保護者様の参助会へのご入会に御礼申し上げます改めてありがとうございます、えー、最初に同窓会の名称について一言触れさせていただきます、えー、大学が調布にあるのになんで目黒会って言うんだと思われたことと思いますこれは電気通信大学の前身であります無線電信講習所と 国立大学になってからも1957年に調布に移転されるまで校舎が目黒にあったことに由来しております目黒時代に同窓会を設立したので目黒会になったというふうに先輩から聞いておりますが今となってはレガシーな名称でございますで本日私からは同窓会目黒会が えー、皆様のお役に立つサービスについてご案内したいと思います、えー、同窓会の役割は2つに分けられます1つは卒業生に対するサービスの提供ですまあ、同窓会ですので当たり前でございますねで2つ目は在校生に対する役割ですこれが他の大学の同窓会にはない特徴ある役割となっておりますで具体的に紹介いたしますが 本日皆様には各種書類が入った青い袋が椅子のところに配られていたかと思いますがちょっと出していただけますか <laughs> でその中に「星空が表紙」の A4 版で「目黒会のパンフレット」これ,これでございますがこれが入ってます。 そして、えー、もう一つ、B5 版の同窓開始調布ネットワークが入っています、これですね、えー、この2つが青い袋の中に入っておりますので、ちょっと、えー、ご覧くださいで。まずパンフレットを見てください、えー、ここには在校生向けのサービスアイテムが12種類入っています。 で3ページ、4ページ、えー、には毎日オープンしている就職活動支援と、まあ、年2回の企業業界説明会について紹介してございますこの就職支援サービスは他の大学同窓会に類を見ないサービスであります3年生になると就職活動が始まりますのでぜひ活用してくださいで、えー、次の ページ5ページと6ページには国際学会参加参加費の助成で皆さんが学会発表するのに必要な参加費を全額支援するサービスであります、まあ、大体去年でも1人当たり5万円から6万円を支援しておりますで右側のページの学生サークル支援で、えー、各サークルには2万円を支給しています で写真に出ている鳥人間サークル、これはかなり有名になってきましたがえこれはあのコンテストに出るんで機体の費用とかですね運搬費やらえなんか100万円以上買ってしまうということで目黒会でえ支援寄付を集めてまあ一昨年は100万円を集めました。で今年はですね出場権を得たのにパイロットさんが負傷しちゃって。 出場を見送るそうです。残念。で、えー、皆さんの中で足に自信がある人はチャンスです。えーまあ、そんなに簡単ではないらしいんですが、部員を募集しているようなので、ぜひチャレンジしてみてください。それから、えー、こちらの調布ネットワークですね。これは年2回発行しております。で大学の施策の解説や、 研究室の紹介をしております特にこの2023の2号これは電通大のキャンパスを革命的に進化させる広大な計画が紹介されております一部の建物はもう完成されておりますがあと10年かかる広大な計画で、まあ、胸をワクワクドキドキさせる計画であります夢を持ってお読みくださいで、えー、電通大の英語名は「 ご存知でしょうか ?The University of e l e c t r o c o m m u n i c a t i o n 最後複数形ですね略称を UEC と呼んでおりますが、まあ、これをもじってユニークエ x サイティングキャリアとしてメガル会がユニーク人材を見つけ出し開放誌に掲載しておりますお手元の開放誌の16ページ16ページに東志保さん という方を紹介してございますが、電通大卒業後、医療機器スタートアップを立ち上げるまでという記事と、えー、次の18ページに、松沢清さん、1960年代からの行動が、54歳で、英語耳という本、出版につながったことを掲載してございます。で、えー、このほか、あの先ほどのパンフレットに挟み込んでおいた、各分野で、 活躍する卒業生の紹介ということでちょっとこんなチラシピンクのチラシが入ってございますが、えー、ここには天文学を学ぶために電通大にそして天文学者になった今という井口悟さんからこの方は2024年今年ですね今年の同窓会賞も受賞されましたので後ほど 受賞式の後でごご講演をお願いいしてございますその他に電通大卒業後循環器内科医として心臓カテーテル治療を行うまでの童貞ということで小林和夫さんまた電通大から郵政技官そして弁護士にという蛭田孝之さんそして先ほど紹介しました東潮さんなど社会で活躍されている卒業生が たくさんいらっしゃいますこうした優秀な卒業生を多く輩出している電通大に皆さんは入学しましたどうか誇りを持って勉学に励んでください、えー、誇りを持って勉学をキャッチコピーにして本日のご挨拶に変えさせていただきますご入学誠におめでとうございます入学生起立 着席森様ありがとうございました続きまして電気通信大学グリークラブによる 学生課の合唱を行います曲目は見上げる大樹いざたて戦人よの2曲ですグリークラブから楽曲の紹介とメッセージをお預かりしておりますのでご紹介いたします最初にごしょうご披露するのは見上げる大樹という曲でこの曲は電気通信大学100周年を記念いたしましてグリークラブ部員により作詞し全常任指揮者である 柳川直則が作曲を手掛けた学生家です2曲目のいざたていくさびとは日本でもよく知られている男性合唱曲でもともとドイツ語の賛美歌であったものが様々な国に広がり20世紀初頭アメリカの宣教師によってグリークラブにもたらされたものと伝えられていますこの曲が併せ持つ勇ましさと軽快さをお楽しみください 重ね「新たな世界へ」「駆け寄せよはこの電気通信ない」 以上をもちまして令和6年度電気通信大学情報理工情報理工学域入学式を終了いたします。全員ご起立願います。一度でご着席願います。